内容が分かっていないからという理由でこう突っ込まれて撃沈するというケースが結構やっぱり多くあります。やっぱりですね、こういった金融とかね、経済に関するニュースを全く調べずにですね、金融業界を受けても会話にならないわけですね。こんにちは、内定率 100% の就活塾、ホワイトアカデミーの竹内です。今回はですね、人気な金融業界の概要と内定するポイントということで、まあ、金融業界についてのね、知識がこの動画で一つで全部わかるし、加えて内定するために、まあ、どういったことをやればいいのかということについてもわかる動画を作成してみました。ですので、金融業界ね、考えているという方はぜひね、最後までご覧いただければというふうに思いますし、まあ、あるいはですね、まあ、他の業界を受けるときに、まあ、金融もとりあえず受けようみたいな方もね、結構いらっしゃると思うんで、そういった方もですね、内定するためのポイントをぜひね、この動画で見ていただければというふうに思います。この動画を作るにあたって、まあ、ホワイトアカデミーでね、勤務されている金融業界の先生のお話とかね、インタビュー内容も参考にしながら作ってますので、まあ、そのあたりですね、結構まあマニアックな話も今からしていきたいというふうに思います。金融業界ですね、まあ、年収が高いということもあってですね、まあ、例年ね、大学生の就職人気ランキングで上位に入ってます。まあ、具体的にですね、年収がどういうふうに高いかというとですね、まあ、2021年の業界指揮法によるとですね、40歳の時の平均年収でいくと、メガバンクだと735万円、ノンバンク、まあ、いわゆるクレジットとかシンパとかリース、これは715万円、政府とか損保で682万円、証券、ネット証券で670万円、あとまあ地方銀行、まあ、地銀で608万円というふうになってます。ただですね、就職指揮法の各社の詳細なデータを確認すると、総合職の場合は、まあ、今言ったね、給料にプラスあと100から300万ぐらい乗るということなんで、まあ、全般的に見ると金融業界の総合職の平均年収は700万から800万ぐらいのレンジにおそらく収まるんじゃないかなというふうに思います。で、国内のね、上場企業の40歳の時の平均年収は600万台ということを考えると、やっぱりですね、金融業界の年収っていうのはそれに比べて、まあ、100万から200万、まあ、それ以上の場合もありますけど、まあ、そういった点で、まあ、高いということが言えるというふうに思います。年収の良さに加えてですね、社宅の制度があったりとかね、あるいは家賃補助があったりとか、そういった福利厚生が充実してますし、加えてですね、住宅を買う時にもローンの審査がすごく取りやすいということで、社会的信用もあります。さらに言えば、土日休みがあってワークライフバランスを取りやすいということが金融業界に就職するメリットなんじゃないかなというふうに思います。まあ、ただですね、そういうふうに待遇がいいということがあるので、やっぱり金融業界っていうのはすごい倍率が高いわけですね。で、一番ね、人を採用するメガバンクでさえも、まあ、最近はですね、結構採用人数すごい減ってますので、今50倍程度ということがありますから、まあ、なんとなくエントリーをしてね、受かる業界ではないということをぜひね、覚えておいてほしいというふうに思います。まあ、ちなみにですね、ネット証券で業績を伸ばしている松井証券の倍率は246倍、クレジットカードで有名な JCB の倍率は153倍でした。なので、非常にね、倍率が高い業界だということがお分かりいただけるかなというふうに思います。ですので、まあ、業界研究をしっかりやっていく必要があるんですけれども、とはいえですね、金融業界といってもですね、銀行、証券、保険、それからまあクレジットとかね、リースとか、そういったもので全然こうビジネスモデルが違いますから、正直ですね、皆さんからするとどんな仕事やってるのか分かりづらいっていうのが本音だと思います。まあ、それにですね、志望動機とか志望理由で、まあ、なぜを聞かれた際にですね、まあ、仕事の概要が分からないから困ってしまうという学生が、まあ、例年多くいます。やっぱりですね、人気で選考難易度が高い業界なので、事前にね、概要を掴んでいただければというふうに思いますので、今からですね、その各業界の概要について端的にお話をしたいというふうに思います。これからですね、各社によってどんな業務をやってるのかということについてお話しするんですけど、そもそもね、なんでこう金融っていう名前が付けられてるのかについてちょっと考えてほしいんですね。それを理解すると結構金融業界の掴みが早くなるかなというふうに思います。金融ってのは、まあ、お金を譲るというふうに書きますよね。これどういうことかって言ったら、お金が必要な人のところに、お金が余ってる人のところからお金を行き渡らせるというのが本来的な仕事になるわけです。で、まあ、お金の渡し方としては、まあ、銀行みたいな感じでその貸し付けるみたいなこともあるし、証券会社みたいな感じでその資金調達というような形で、まあ、資金をね、流すという形が、まあ、昔からね、あったわけなんですけれども、高度経済成長期とかね、特に工場を建てる時とか、そういったね、資金調達とかね、すごい重要だったんですけど、まあ、社会が、ね、豊かになってくると、お金にまつわる別のニーズが生まれてきたということがあって、金融の形も多様化してます。まあ、具体的にね、どういったニーズがあるかというと、まずお金が増えたんで、そのお金をね、安全なところに保管したいということで、例えば銀行預金みたいなサービスもありますし、加えて、貯まったお金を株で増やしたいということで、証券会社のサービスができたりしてますよね。それから、自分の身に何かあった時のための備えをしたいということで、保険会社がやっぱりありますし、会社を買収するためのお金を調達したいという時で、社債とかそういったのを発行する、まあ、投資銀行みたいなものがあったりします。あとは、クレーンの機材を導入したいんだけど、まとまったお金がないから機材導入できないな、みたいな。そういった会社のために、まあ、リースみたいな制度もありますし、海外行く時にね、危険なのでお金持ち歩きたくないんだけど、お金は決済しないといけないというような時のために、まあ、クレジットカードというサービスもあったりします。で、最近はですね、ビットコインに代表されるようなですね、まあ、暗号通貨とか仮想通貨みたいな、そういったものも出てきてますし、まあ、家計簿のアプリ、まあ、マネーフォールとかね、そういったものに代表されるフィンテックも出てきてですね、まあ、お金に関わる仕事をするのが金融という風なイメージに最近はなってるんじゃないかなというふうに思います。ですが、まあ、それぞれのね、金融会社が別々のね、顧客、ないしは別々の顧客ニーズに対応する仕事をしているので、やっぱりですね、なかなか全体像が把握できないので、ここからですね、各社がどういった仕事をしているのかということについて解説をしていきたいというふうに思います。まずですね、銀行は何をやってるかというとですね、主な業務は、預金と融資と為替。預金はまあ皆さんイメージつくと思いますけど、融資はお金を貸す、で為替は電力会社とかのね、その口座振替とかあったりしますけど、ああいった
ものですね、まあ、そういったものがあります。まあ、それが中心となってるんですけれども、まあ、最近はですね、それの業務が大体こうね、機械でできますよということで、プラスアルファの部分、人ができる仕事としては、その金融商品を売ったりですとか、資産運用のコンサルティングをすると、ああいったことが最近は結構行われている業種です。まあ、そのためですね、リテール職、まあ、いわゆるその個人の富裕層向けに金融商品を販売したり、資産運用のコンサルをするような仕事、まあ、そういったリテール職を新卒で多く採用しています。まあ、銀行といってもですね、いろいろあってですね、まあ、日本銀行とかね、政府系の銀行とか、メガバンク、地銀、あとは信託銀行とかネット銀行とか、結構銀行といってもいろいろあるんですけれども、まあ、皆さんからするとね、メガバンクである、まあ、三菱 UFJ と三井住友銀行、あとは、みずほ、この3つがすごく有名なんじゃないかなというふうに思います。で、職種としてですね、個人の富裕層とか、中小企業のオーナーの資産運用を、まあ、お手伝いするようなリテール職、それから、まあ、中堅企業とか大企業に融資を行うようなホールセール、まあ、このあたりがね、代表的なんですけど、まあ、一部のエリートはですね、まあ、王族とか上場企業の創業者を相手にするようなですね、まあ、プライベートバンクというような形で、資産を守ったり、まあ、運用するようなお手伝いをするような仕事にも一部の人は、まあ、キャリアアップしてつくということがあったりします。まあ、このあたりがね、銀行の仕事ですね。次はノンバンクですね。まあ、ノンバンクって言うと何かというとですね、銀行みたいにですね、預金の受け入れを行わずに、個人とか企業に対してね、様々な予信業務、つまり貸し付けとかね、まあ、そういったお金をまあ貸し出すとかね、そういった仕事をしているのがノンバンクと呼ばれるところです。例えばですね、まあ、消費者金融、まあ、アコムとかね、レイク、このあたり有名なと思います。消費者金融ですとか、クレジットカード会社、あとは、まあ、信販会社、まあ、セディナとかジャックス、まあ、聞いたことあるかなというふうに思いますけど、まあ、そういった会社もありますし、あとは、商工ローンに代表されるのは、まあ、事業者金融会社とかね、あとは、三井住友ファイナンスリースみたいな企業に、まあ、機材のリースをしたり、あるいはお金でリースをしたりとか、まあ、そういったリースを提供している会社。あとはですね、ベンチャーキャピタルとか、そういったところが、まあ、ノンバンクに位置します。で、ノンバンクはですね、基本的に、その、貸し付けるお金をどこから調達するかといったら、銀行から調達してます。だから、銀行に対して金利を払ってるわけですね。だから、それよりも、基本的に高い金利で貸さないと儲かんないということがあるので、ノンバンクで借りる場合の金利っていうのは銀行よりも高いというふうになってます。まあ、だからですね、まあ、個人とか事業者からすると、まあ、本来は銀行からね、借りる方が安いんですけど、ただね、銀行からは、その、なかなかね、借りれないというような方が、まあ、ノンバンクを使うという意味で、まあ、ノンバンクは一定の社会的意義がある事業体というふうになってます。次ですね、保険です。まあ、保険はですね、まあ、多くのお客さんから保険料をですね、受け入れた上で、特定の事象、まあ、事故とかね、あるいは死亡したとか、そういったものが起きた時にですね、加入者に対して保険金を支払うというビジネスで、まあ、これはですね、健康への不安とか、あるいは事故とか火災、そういったものにリスクに対処したいという、そういったね、ニーズに応えているサービスになっています。ただですね、受け取った保険料からですね、自分たちのまあ利益をある程度取って、残った分をね、保険金として分配するというビジネスは、宝くじとかね、カジノと、まあ、結構似ているということから、ビジネスモデル自体は、それと全く同じだということになっています。それもやりつつですね、まあ、受け入れた保険料を、保険金という形でね、お支払いするまで結構時間があるので、その間にですね、そのお金を使ってですね、株式とかね、債券とかそういったものに投資しながら、まあ、儲けるという事業も同時に行っています。だから、保険金による儲けと運用による収入、まあ、この二つが保険会社の主な収入源になっているわけですね。で、生命保険会社であれば、まあ、死亡保険とか個人年金保険、まあ、そういったもので集めたお金を、まあ、長期のね、貸し付けとか、あるいは、まあ、株式、まあ、有価証券ですね、まあ、そういったもので運用したりしています。まあ、企業がね、お金そんな借りる必要ないという場合は、大体ね、株式で運用したりしているということになっています。まあ、一方で、損害保険はですね、自動車保険とか火災保険、ないしは地震保険、まあ、そういったもので集めたお金を生命保険会社と同じように運用してるんですけれども、損害保険はですね、集めたお金がこう出ていくまでのね、スパンが短いということから、あんまり大きなお金を運用できないということがありますので、まあ、運用している額は生命保険会社に比べて小さくなっているというのが現状です。で、保険会社の職種としてはですね、保険をこう売るということにかかる、まあ、リテール、ないしは、まあ、大きな会社に保険の仕組みを導入してもらうという意味で、まあ、ホールセール。あるいはですね、保険を設計するという点で、まあ、アクチュアリーという、そういったね、職種もあったりします。まあ、このあたりが保険業界になってます。次ですね、証券会社や投資銀行ですね。まあ、証券会社とか投資銀行っていうのは、株の売買をして、まあ、その手数料で儲けるとか、あるいはですね、企業がね、M&A をする際の資金を調達する際に、まあ、その仲介をして手数料をもらうというようなことで、まあ、利益を得たりしている業態です。で、そういった意味でですね、投資銀行という名前がね、ついてたりするんですけれども、預金業務をやってるような、いわゆる普通の銀行とは全く別の存在となってます。まあ、特にアメリカではですね、投資銀行単体で独立してるケース多いんですけど、日本だとですね、大手の銀行とか、まあ、証券会社の一部門として、投資銀行業務をやってるケースが結構多いです。で、証券会社とか投資銀行に就職する場合の職種としてはですね、証券の販売を行うようなリテール、あるいはですね、投資先の分析を行うようなアナリスト、あとは会社のお金を運用するトレーダー、あと金融システムを作るクオンツ、それから M&A のアドバイザリーとかね、仲介を行う、IB、インベストメントバンカー、あとまあ顧客の資産運用をお手伝いするアセットマネジメント、アセマネ、まあこれが結構一般的です。次ですね、ファンド。ファンドはですね、まあ投資家とかね、金融機関、ないしはまあ富裕層、まあそのあたりからですね、お金を集めてそれを運用するプロのことを言います。基本的に100万円を預かって株とかに投資して、で100万円を120万にして、儲けさせたから 20%、つまり20万の 20% の4万をもらって残りは返しますみたいな。端的に言うとそういうビジネスです。わかりやすいですよね。まあ日本だとね、2000年代にこう物言う株主ということで、まあ村上ファンドとかね、まあスティールパートナーとかそういうのもあってですね、まあ経営に強く関与しながら儲けるというファンドも結構一定数いました。まあこういったところがファンド業界になってます。なかなか新卒で就職するのはちょっと難しい業界かなというふうになってます。基本的には新卒で金融機関に就職して、そこから転職で行くというのが一般的なケースのように
思います。あと2つですね。次ですね、政府系金融機関。政府系金融機関何かというとですね、国がですね、まあ、いろんな政策目的を達成するために戦後のね、復興期から高度経済成長期にあたっていろいろね設立されて、企業の信用保管とか、まあ、リスク保管とか収益保管とか、そういった国の政策にそぐ融資とか投資を実行していくような機関です。まあ、現在ですね、日本政策投資銀行と日本政策金融公庫に集約されていて、日本政策投資銀行はですね、まあ、将来的には政府が保有する株式を売却して民営化されるというふうになっています。で最後ですね、元郵便局系ということで、まあ、ゆうちょ銀行とかね、それが代表的なんですけども、まあ、郵便局っていうのは、まあ、郵便貯金と簡易保険を扱ってますよね。もともとそれをやってたんですけど、それが政府系金融機関が融資を行う上での調達手段だったんですね。なんですけども、それについてですね、まあ、民業圧迫という批判を受けてですね、結局まあ民営化されました。で、民営化されてどうなったかというと、郵便貯金はゆうちょ銀行に、で、簡易保険は還付生命という形になってですね、まあ、民営化後のね、ゆうちょ銀行と還付生命の運用額はそれぞれね、業界の中でどの民間よりも圧倒的にでかいという金額になっています。はい、というわけで、金融業界のね、各社の概要は今お伝えした通りなんですけど、次からですね、まあ、そこにね、就職するための方法についてお話をしていきたいというふうに思います。基本的にですね、就職する際の難易度はどういう順番になっているかというと、難易度が難しい順に、まず外資系の投資銀行、それから次に政府系の銀行、それから証券会社、で、メガバンク、損保、生保、で、最後に地銀、新銀と、大体そういった難しさの順番になっているかなというふうに思います。まあ、中にはその東京海上日動火災保険みたいな形で、就活生からものすごく人気がある会社もあったりしますので、そういったのはね、まあ、例外的にものすごく難しいというふうになっているんですけど、まあ、全般的な就職難易度という観点においては、今申し上げた通りになっているかなというのが所感です。これらのね、金融業界にね、就職するためにどういったことを工夫していけばいいのかということについてなんですけど、ポイントは全部で3つです。まず1つ目はですね、皆さんの志望動機と各業種、さっき申し上げた業種をね、対応させてくださいというのが1つ目です。まあ、先ほどですね、各業界のビジネスモデルについて解説したんですけれども、まあ、そのね、理解が不足しているとですね、例えば銀行を受けた時にですね、それうちじゃなくて保険会社の方がいいんじゃないのとかね、あるいはですね、証券会社を受けた時に、いろいろ志望動機言ったら、それだったら銀行の方がいいんじゃないのみたいな、そういう形でですね、内容が分かっていないからという理由でこう突っ込まれて激変するというケースが結構やっぱり多くあります。まあ、なので面接においてはですね、なぜ金融業界なのか、その中でなぜ銀行なのか、でその中でなぜ当社なのかというような形でですね、いわゆる業界の選定理由、それから業種の選定理由、でその中で会社の選定理由、まあ、こういったものをきちんと回答できるようなね、就活の軸を明確に持っておくことが重要ということになります。よくある志望動機のパターンをお話しますので、皆さんのね、これまでの経験と一致するものがあれば、金融業界の中の会社を受けるときに志望動機として使っていただくのがいいかなというふうに思います。全部でね、志望動機のパターン15パターンぐらいあるかなというふうに思いますので、それについて解説します。まず1つ目ですね、まあ、国民とか個人の資産形成に役立ちたいというような志望理由であれば、運用全般やってる銀行、それから生命保険会社の中で個人年金を扱ってるところ、あとは証券会社のまあ運用するところと、まあ、こういったところを受けていくといいかなというふうに思います。次ですね、2番目ですね、中小企業の経営を支援したいみたいな、そういった話であればですね、銀行のね、法人融資をやってるところ、それから生命保険会社の法人保険をやってるところ、それから損害保険会社のまあ各種保険をやってるところ、あとはまあ証券会社のいわゆるまあ運用やってるところとか、M&A やってるところ、まあ、そのあたりですね、それから信託銀行、ここだとまあ事業承継をやってるところとか、不動産事業やってるところがあると思いますけど、まあこういった形でですね、中小企業の支援をしたいということで、やっていくには結構幅広く受けられるんじゃないかなというふうに思います。次ですね、どんな業界にも通じる営業力を身につけたいみたいな、そういった志望理由の場合はですね、まあ基本的に金融業界全般としてこの志望理由は使えると思います。やはりですね、形のないサービスをいかにね、売っていくかという話なので、その個人のね、力がすごく問われてくる業界でもありますので、どんな業界でも通用する営業力をつけたいということであれば、金融業界全般はいいんじゃないかなというふうに思います。次ですね、4つ目、人が幸せに暮らせるための支援がしたいというような志望動機の場合はですね、銀行のですね、まあ住宅ローンとか個人向けローンをやってるところ、大社の預金関係のところを攻めていくのがいいかなというふうに思います。あとは、まあ、生保とか損保。まあ、このあたりね、各種保険で、その人が幸せに生きるための支援してますから、それもいいと思います。次ですね、富裕層の人向けのサービスに関心があるということであればですね、銀行、証券、信託銀行、あとは生命保険会社の、まあ、このあたりね、全部の資産運用の部門をイメージして、志望動機を変えていくといいかなというふうに思います。次ですね、災害とか事故で困ってる人を助けたい。まあ、こういったね、志望理由であれば、まあ、生保とかね、損保のそれぞれの保険がありますから、こういった保険がいいと思いましたみたいなことも言いながらですね、選考を受けていくといいかなというふうに思います。次ですね、まあ、金融市場、まあ、いわゆるマーケットと呼ばれるところですけど、まあ、そこのね、フロント業務に携わりたいみたいな話であれば、まあ、銀行、信託銀行、証券会社、生保、損保、まあ、それぞれのね、会社で市場部門というのがありますから、そこをイメージして仕事を変えていくといいかなというふうに思います。次はですね、大規模な事業開発を金融によって支援したいみたいな、そういった話であれば、まあ、これもですね、銀行とか信託銀行とか証券が資金調達業務をやってますから、そのあたりがいいかなというふうに思います。まあ、主にホールセールと呼ばれる職種を受けていくパターンになると思います。次はですね、企業の経営に深く携われる仕事がしたいみたいな、そういった志望理由であれば、これもですね、銀行とか信託銀行とか証券会社になると思います。やはり資金調達とか、まあ、そういった形で深く関われるというふうに思います。あとですね、まあ、多額の資金をね、運用してみたいみたいな話であればですね、銀行とか信託銀行、証券会社、あと生保損保のまあ運用部門、ないしはファンドを受けていくというのがいいと思います。あとはね、次アナリスト系ですね。経済とか市場に関するその予測、まあそういったものに携わっていきたいみたいな話であれば、銀行、信託銀行、証券、生保損保のまあ調査部門、まあそういったところを受けていくと、アナリストという仕事がありますから、そこを受けていくといいかなというふうになります。あと4つですね。金融を通じて、まあ、生活をね、便利にする仕事がしたいみたいな、そういった軸であれば、これもです
ですね、銀行、信託銀行、それから証券会社、保険会社、それらの個人分野の企画部門、そこを受けていくといいかなというふうに思います。次は金融の仕組みとか、商品開発に興味があるみたいな話であれば、銀行、信託銀行、証券会社、生保損保、そういった会社の法人、ないしは個人、どっちの分野でもいいですけど、その、いわゆる企画部門というものがありますから、そこを目指していくといいかなというふうに思います。最後2つですね。理系で学んだことを金融の仕事で活かしたいみたいな、そういった軸であれば、銀行、信託銀行、証券会社、生保損保会社の、リスク管理部門、あるいは係数管理部門、あとは、商品開発部門、このあたりをイメージして仕事を控えていくといいかなというふうに思います。最後ですね、ヘッジファンドに関心があるということであれば、ファンドを受ければいいかなというふうになります。なので、よくあるね、志望理由別に、この業界がいいんじゃないかなということについてお話ししたんですけど、皆さんのね、志望理由とかね、やりたい就活の軸と、まず業種、このあたりを対応させてくださいというのが、ポイントの一つ目になります。で、次ですね、二つ目のポイントです。二つ目のポイントはね、筆記試験対策を万全にしてくださいというものです。金融業界に入るとですね、経済の分野とか、そういったものも含めてですね、常に新しいことを学んでいかないといけないです。で、加えてですね、計算をすることがね、日常茶飯事なので、SPI に代表されるね、筆記試験では、その基礎能力があるかどうかっていうのをかなり試されることになります。ですので、算数とか数学が苦手であれば、できるだけ早くからね、SPI とか玉手箱、そういった筆記試験対策を行うようにしてください。で、これについてはですね、概要欄にね、そういった筆記試験の点数を伸ばす方法についても解説していますので、ぜひね、概要欄もご覧ください。三つ目のポイントは何かというとですね、経済とか経営に関する意見を持てるようになりなさいというのが三つ目のポイントです。しかしね、大体最終面接では役員とか頭取が出てきますから、そこで必然的に経営とか経済についての話が出ます。やっぱりですね、金融を受けるとなるとですね、経済とか経営に関する話についてね、社員から聞かれたり、ないしは役員から聞かれたりということについては当然あるわけなんですね。ですので、そういった話に対応できるようにですね、日頃から日経新聞を含めた、経済系のね、ニュースに慣れておいてください。で、その上ですね、今後伸びる仕事はどういったところかとか、銀行を受けるのであれば、銀行としてはどこにビジネスチャンスがあるかとかね、あるいは提携すべきフィンテックの会社はどこかとかね、そういったことについて意見をぜひね、持てるようになっていただきたいなというふうに思います。やっぱりですね、こういった金融とかね、経済に関するニュースを全く調べずにですね、金融業界を受けてもですね、OBOG とかね、リクルーターと話をしてもですね、正直ね、会話にならないわけですね。先ほど申し上げた通り、基本的にどんどん新しいことを勉強していくことが、当たり前という業界ですから、日頃からね、経済に関するニュースはちゃんとチェックして、ビジネスマンないしは金融マンとしての、ね、視点を持つことがやっぱり大事かなというふうに思います。はい。というわけで、今回ね、すごい長い動画だったんですけども、金融業界について、概要と受かるためのポイントについてお話をさせていただきました。冒頭にもね、申し上げた通り、やっぱりですね、高収入、それから待遇がいい業界ということもあって、非常に選考倍率が高いです。なので、何もせずね、ボケっと受けても受かる業界ではないです。ですので、筆記試験対策とか面接対策も含めてですね、日頃からしっかりとコツコツ準備をしていかないと、なかなか内定できない業界ですので、できるだけね、早くから就活対策を進めることをお勧めします。特にですね、就職難易度の高いような金融機関に内定したいということであればですね、論理的思考力の高さも非常に重要になってきます。で、文系の学生さんの多くはですね、このあたりが、ね、結構弱いので、そこはね、ちょっと身につけてほしいなというふうに思いますし、なかなかね、それが独学で難しいということであればですね、ホワイトアカデミーに来ていただければですね、銀行とか外資系の投資銀行とか政府系の銀行とか、そういった先生方がたくさんいてですね、あなたと一緒にマンツーマンで金融業界に受かるための対策とかアドバイス、そういったものも提供しておりますので、金融業界に本気で行きたいという方はですね、できるだけ早めにホワイトアカデミーの無料相談会に来ていただくとイメージがつかめると思いますので、ご検討ください。はい、というわけでこのチャンネルでは週に何本か就職活動に役立つノウハウについて配信をしています。チャンネル登録をしていただけた方にはですね、面接で使える鉄板の志望動機5000という特別なねプレゼント動画もご用意しておりますので、ぜひチャンネル登録をしてチャンネルの概要欄から動画をご覧いただければというふうに思います。はい、というわけで今日は以上です。ありがとうございました。労働時間が長すぎる。残業代が支払われない。働き方改革が進んでいる昨今ですが、世の中には職場環境があまりにひどいブラック企業が未だに数多く存在します。もしブラック企業に入社してしまうと、あなたの人生はめちゃくちゃにされてしまいます。しかし巷の就職エージェントや就活塾は、企業からマージンを得るためにブラック企業に無垢な学生を斡旋しています。彼らのせいで知らず知らずのうちにブラック企業に入社してしまうケースが後を絶ちません。この悲惨な状況を変えるべく立ち上がったのが、ホワイト企業入社に特化した完全個別指導型の就活スクール、ホワイトアカデミーです。ホワイトアカデミーは、強力なサポーターがあなたの就活をマンツーマンで徹底的に支援します。週1回1時間以上の指導を受けていく中で、就職活動に必要な対策が完璧に整います。講師はいつでも親身にあなたの相談に乗りますので、あなたが納得のいく企業から内定を取るまでサポートが続きます。さらにホワイト企業のリストをなんと1万2000社分所有しています。このリストを用いたホワイト企業の分析、ロジカルシンキング力の養成、理想の人生を歩むためのキャリアビジョン設計、これらを通じてあなたは
最高のファーストキャリアをスタートさせることができます。宿題や授業をオンラインでこなすことができるシステムもありますので、もしあなたが地方や海外に住んでいたとしても大丈夫です。ホワイトアカデミーのサポートを受ければ、あなたはホワイト企業から確実に内定を手に入れられます。万が一一社もホワイト企業に内定できなかったときは、授業料を全額返金いたします。業界ナンバーワンを5つ達成したホワイトアカデミーにぜひご相談ください。無料相談はお一人ずつ丁寧に対応させていただくため、毎月20名しかお受け入れできません。少しでも興味があれば、お早めに無料相談会へお越しください。ファーストキャリアはあなたの一生を大きく左右します。ホワイトな大企業に入社できるのは新卒の時だけですので、ホワイトアカデミーで一緒にホワイト企業の内定を手に入れましょう。